はい、こんばんは。アキラの現場へようこそ。ラスクラ実況です。幻影の塔、すいません、見ての通り25回買ってしまいました。やつに勝てたんですよね。あれね、どう倒したかっていうとですね、パーティーで見しときますね。このパーティーで行きました。で、第一舞台だけで勝てました。はい。昨日との一番の違いは、リラをこっちに持ってきたということです。要はもう回復を厚めにしました。回復の層を厚くして、で、他はね、変わってないです。あと一つ言うと、ゼックスのところに、遮光波つけてます。要するに、ブレイクをさせる。ブレイクさせて、その時に、まあ、時間稼ぐって感じなんですよ。ブレイクさせてダメージを与えるというかは、時間を稼ぐっていう感じ。で、あいつはその、物理攻撃が通るときと、魔法攻撃が通るときと、が交互にやってくるんで、まず最初物理でランディで削っていく。で、基本的にランディは背後に回って、反対側に回ってね、で、反対側から殴っていく。で、そうすることによって、まあもちろん配線撃とかもそうなんだけど、自分に、エイムを集める。自分の方に敵の注意を引きつけることによって、他のメンバーを確保する。で、ゼクスは、ずっとアイスコフィンとかによって、まあブレイクを狙っていくと。で、魔法が通るときだったらゼクスがダメージ役。で、ランディはただ殴る役って感じで、それぞれ交互にしていく。で、プリムともうリラはもうずっと回復役です。で、なんとかね、まあ、その交互にしていくのと、あと、物理攻撃が入らないときもですね、必殺技がダメージ入るんで、ね、その、ね、必殺技でだいぶ削りました。っていう感じで、まあ、危なげなくってわけじゃないんだけども、ユグドラシルがまあいい働きしてくれたっていうのと、やっぱそのブレイクさせる。ブレイク2回させたんだけども、その時に、要は時間、向こうが何もしないんで、こっちが体勢を整えれるっていうのができましたね。あと、ファスト中級魔法陣。あれをつけてたリラが強かった。ね。ファスト中級魔法陣ね、馬鹿にできない。で、というのが、あれ、その、いろんなね、魔法回復系あるけども、敵にとどめを刺す、バトルの後、のね、回復じゃないですか。ってことは、バトルの最中の回復って、敵が1体だけのボス戦の時の長期戦だったら、MP 回復効かないんだよね。そういった中で効いてくるのは、やっぱ、ファスト中級魔法陣は、いわゆるその、ヒール系の魔法を打った時に、MP がどんどん足りなくなるんだけども、それが、守れる。っていうのが、MP 回復できる。要するに、こっちが耐えてる間に、こっちは MP が、ファースト中級魔法陣で回復できる。で、向こうは、やばくなった時にこっちは魔法が打てる。っていうのの繰り返しで、なんとか持ちました。はい、っていうわけで、まあ、MP なんとか保ったって感じですね。だから、ランディほとんど、ね、HP 満タンでしょ。はい、まあ、この状態で、とりあえず、26回以降、行くってことです。で、第二部隊も一応用意してたのは、まあ、ババロードだからこっちに持ってきました。ね、ポポインにしてます。では、引き続きですね、26回以降やっていこうと思います。あ、その前にランディのスキルセット見しときますね。スキル一覧。こんな感じです。まあ、普通に攻撃アップとクリティカルアップザーッと使って、で、配線劇とかはね、は入れてないです、ちなみに。というのは、後ろからの攻撃だけじゃなかったからね、は入れてずに、まあ、何に一番入れてるかって言ったら、ソルジャーキラーね。ソルジャーキラーとか、普通にクリティカルアップとか、あと HP アップも付けました。付け替えましたね。もう少し持てるようにしようと思って。っていう感じです。はい。で、ゼクスは、ゼクスのスキルは、こんな感じ。まあ、魔法系はともかくとして、ね。光ハイブス、エオの帽子と。あ、ブレイカーつけてなかったわ。ブレイカーつけてなかったけど、やっぱ遮光波が効きましたね。はい。では行きまーす。一応ね、だからブルーソウル今日一日貯めてた。うん。っていうか、この、幻影の塔をガチでこの上の方行こうと思ったらやっぱりソウルだいぶいるよね。独炎だ。まあ、こういう時ほどババラードついてきた方がいいんだけどね。やばいやばい、やばいやばい、削られていってるよ。早くも削られていってるぜ。ゴッドヒールね、回復量高いよね、ほんとね。普通に雑魚キャラが硬え。雑魚キャラが硬えというか、いてえ。大丈夫大丈夫、死にません。よし、これでもうほんと初戦ほんとスキルが溜まるまでがね、勝負だよね。まあ、一戦一戦ね、まあ、MP とかの辺がね、回復しててくれるんで。さあ行け。敵がね、敵が強い人多いぞ。おい、カンカン言ってたの。
とりあえず数を減らさんとな、この辺は。いやー強い強い。回復がね、どんだけ本当 HP、MP、あの、ね、前もってのね、ね、対策集中講座でも言ってたけど、やっぱり、どう耐久するかだよね。HP、MP をどう耐久していくかって本当に変わってくる。やばいぜ、やばいぜ。味方がやばいぜ。聖剣の勇者ってね、あるじゃないですか。ランディのね、個性の。これ結構、でかかったね、普通に。やっぱ、相手に与えるダメージでかいからね、それで。はい。まあまあ追い詰められました。はい。26回クリア。なんとなく25回超えたら多分、ぼちぼちいけるかなと思いながらやってます。はい。やっぱこの辺になってくるとね、もう本当に本気出さないとっていうか、総力戦でやっていかないと多分勝てないよね、本当。27階は敵がスナイパーだそうです。はい。じゃあ行きまーす。ババラード持ってきたかったなぁ。こういうの見るとね。切られてるね、おいおいおい。痛いね、痛いね。でもなんとなく持ってんのがすごいよね、ほんとね。だからどんだけその HP もそうだけど、MP をどうこの戦闘中に回復するかっていうことを考えないといけないよね。終わった後では結構回復はできるけども、その間どうするかっていうのは。ここに来てやっぱユグドラシルがいい仕事をしていくね、ほんとね。ね、今これユグドラシルが止まってるっていうだけで安心感があるから ね。さあさあさあ、この回復がね、プラウドフォースとかがあの辺がほんと効いてくる。だから早いことオートクリティカルね、使いたいんだけどね。久しぶりにゼクスの攻撃魔法見た。はい、まあ、勝てるととりあえず安心するんだよね。MP とかもね、一回回復してくれるからね。いや、何回までいけるかな、今日は。じゃあ。スナイパーだね、確かに。さあ。さあ。ルーガーさん、147,829。さあ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 。あんまり入らへんな。とりあえず、ファルの方は削れてるな。ゼクスのね、MP が何気にたっぷりありますからね。お、魚雷旋風切りがいける。さあ、これで1体削る。行ってください。よし、ファル行ったな。よし。1体片付くと楽だ。来たー。確かこいつら師弟だよね、ルーガーとファルって。うわ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 。ホーリーウォール効いてます、ホーリーウォールが。さあ、これで削れてるか、削れてるか。でもあんまり魔法で削れないね、こいつらね。やっぱ、うん、物理で殴ってる方が削れてるね。ね、痛い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 よ、痛いよ。いけるね、いけるね。これはいけそうだね。普通に殴りでいけそうだ。いや、ほんとランディ優秀、ランディ優秀。はい、27階。はい。では28回いきまーす。若干、なんつうかな、この幻影の塔が始まってね、なんつうの、普通のダンジョンをこう、なんか、回るのがすごく、すごくつまらなくなってしまった。
ね、ダメなんだよね。本当はね、周回してね、あの、レベル上げるなり、素材集めるなりでして、あの、メンバーの底上げしていかなあかんねんけども、まあ、なんとなくその、まあ、リラを入れたことによって若干完成したというか、ね、あの、もちろんソウルのね、消費とかでかいからね、なんとも言えないけども、危なげがなくなったというか、やっぱほんと、回復役をこう育てておくってすごく大事だな。おっと、危ない危ない危ない。はい、っていう感じで、まあ、持つからね、一瞬追い込まれてもね。はい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 、はい、いい感じいい感じいい感じ。ゼクスがいい仕事してるぜ。いや、ゼクスって本当はあの、初期配置キャラだけど、本当いい仕事してくれるよね。もう最初から言われてるけどね、本当に。コスパがいいというか。28階のボスはザイクス。久しぶり、ザイクス。せい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 。ってことは今俺ソルジャーキラーつけたままやから、ええんじゃない。ザイクスってソルジャーだよね、確か。はい、入りますね。20万ぐらい HP あんじゃん。シャイニングゾーグでやってもそんなに効果がないよな。ゼクスがちょっと方針変えてもらった方がいいかな、これやったな。来た。もう怒った、もう怒ったの。怒る早いわ。で、何気にリラにね、あの、ローガンつけてんのがやっぱいいんですよね。うん。やっぱローガンでだいぶディフェンスが上がってるから、回復役が死ぬことが減っている。うん。てか、死んでないもんね。リラ死んでないから、そういった意味ですごい優秀、やっぱり。逆にこうなってくると、あれやな、遮光波いらないかもな。ただ、遮光波でステータスが上がってるってのもあるしね。さあ、あ、入ってるね、入ってるね、だいぶ。ザイクスはでもね、多分そろそろ、あの、英雄ガチャで出てくると思う。はい。結構楽勝。あんまりしんどくなかった。要の30回までね、動画いけるかな。28回クリアで、はい、では30回いきます。29回ね、29回でね。はい、29回。よく見てなかった。神って出たな、29回。じゃあ行きます。神。ルキエルか。そろそろなんかもうね、ウェーブ1から9、ああ、メグロナ戦か。頑張らなあかんな、これは。数がいっぱい来るから逆に言うと、ここで回復できたらいいね。ウェーブ9って。ある意味、回復の回だな。最後にね、とんでもないものが出てこん限りは。こっちから、あの、ほんと、あの、雑魚との戦いは逆に言うと、ほんと、回復のチャンスだもんね。ウェーブが多ければ多いほど、こっちは回復できるからね。うん、殴ってれば勝てる、これは。ただまあ正直僕のなんつうの、階層的には低いんだよね。もうみんな、あの、フレンドさんには50回とか言ってる人いるもんね。だそういった意味では、あの、実況者としては遅いよね。でもね、まあなんていうんですかね、あの、なるべく丁寧にね、あの、その、勝ち方とかそういったのを解説できたらなと思うんですけどね。そういう、だったら25回ちゃんと取っとけよってね。すいません、ほんま。うっかり倒しちゃいました。倒さないように、倒さないようにと思ったんだけども、やってしまいました。ジャラバンガと同じようにね、あの、ギリギリで寸止めしとこうと思ったんだけど。
長いね連戦が。なのでこの辺はちょっと飛ばしますね。はい、ウェーブ9まで来ました。実は時間が結構やばいです。残り1分43秒さあこの必殺技を温存していけるかどうかですね、問題は残り1分36秒、結構時間がやばい。いやー目黒な9戦はね、やっぱね結構時間かかるね。結構食らってるよ、食らってるよ、やばいよ。ランディさんやばいよ。ランディさんそれはあかん。さあさあ回復して、誰か回復して。あ、ユグダラシを使うわ。やばかった、やばい。ちょっとプリム使うわ。プリムのティンクルバリアを使います。唯一無二の絶対防御。ティンクルバリアね、絶対防御ですからね。さあ、そしてリバイブ使います。あ、魔法が切れてる。くそ、いけるか。あかん、ろくめずにやられるか。しかも時間がやばい。くそ、温存なんかするんじゃなかったぜ。まさかのもうあと少しやったところで、はい、増援部隊もね、一応ね第二部隊までね、仕込んではいるんでね。さあさあ頼むぜ、覚悟はいいか。さあベノムレインホール、栄翔が早いね、ありがたいことにね。ぼちぼち持ってく。ああ、もうポポ死んだ。早いよポポ。傀儡でそれなりに持つだろう。あかん、持たないか、持たないのか。もう第3部隊はもう本当にダメなんで、ダメって言ったらね、叶わないところなんで、これでリタイアしておきます。一旦29回まで。はい。明日はね、またこの29回の続きからね、やっていこうと思いますんで。はい。それでは、今夜もお付き合いいただきありがとうございました。また明日の朝からね、もしかしたら幻影の塔をやるかもしれない。はい。明日の朝の動画でお会いしましょう。ではまた。